ヨーロッパですね。一番最初のヨーロッパ。一番最初のヨーロッパ。ミスター、あなたの犬は、っていうミスター、大泉さんのね。そうですよね。いや、最初僕、なんかその昔そういう芝居でもやって、はいはいはい。それに似たようなセリフがあったのかなと思ったんですけど、彼は自分のことを犬と見立てて、ね、ご主人様のところに走っていくよ、つって、そういう意味で、あなたの犬は、って言ったのね。そうですよ。だから犬っていうのはね、一つに言えば非常にこう身分を下げているっていうね。いや、そうでしょ。だってそれはもうことですよね。まだミスターさんとのね上下関係が、あの頃はもうもちろんミスターさんになかなかこうね、大泉さん、怒られることもしばしばという、ね、状況。相当の緊張感ありましたよ。ありましたありました。だって前の晩とかでしょ。だってここ切らないでねっつって21回回んなかったら僕この番組やめますとかって言った言って、ね、下の根も乾かない翌日ぐらいになんか古城街道とか走ってるでしょ。そうですそうですそうです。でもあれはね、別に大泉さんがそうしたかったわけではなくて、ね、あなたが強要、私が、あなたが裏で強要してて、それをずっとカメラが回ってるもんだから、もう彼も追い詰められて、そう、だから、ね、彼が、私がそうやって言ったときに、彼がどういう態度で出るのかって言ったときに、もう、いやいや、私はミスターの犬ですと、私はミスターさんのに忠誠を誓っていますという態度を一切崩さずに、ただ崩して、その態度はそうなんだけど、やってることはミスターをかなり裏切ってるというね。ないですか。でも、設定的にはね、ミスターさん、その後部座席で寝てるっていうふうな。あの雰囲気でやってましたけど、決してそんなことないわけで、もちろん起きてますよ。 その前には本当にもうずっと目をつぶってね、こうやってたんですよ。で、一言もまあ喋、らないしっていうことで、まあ一応寝てるだろうという体で、体でしょ。でもそれ大して打ち合わせもないのかに、ね、ないないです、もちろんないですよ。後ろにいるミスターが、お前はどっちなんだとお前はどっちの発言をするのか、俺につくのか、藤村につくのかっていう、それ動機もね、そりゃそうです。やっぱりこれは背中に感じたと思うんですよ。もちろん。その中でね、彼がやっぱりね、その一線を越えていこうとするっていうことをね、カメラもやっぱり一緒に体験して、いうことでしょ。俺の方がミスターとの距離は近いわけですよ。隣にいるんですから。隣にいる。で、ミスター微動だにしない。ミスター、もちろんね、目が覚めてるのかもしれないけど、起きるなよという、ね。こっち側にやりつつ、僕は前の方に、こう前のめってね、大泉君の耳元でね。大泉君、こっからね、この後ね、古城街道という。ほらほら。ねえ。そうでしょ。あなたはもう、その、イメージがあるから。あるから。それはもうその時揺るぎないわけですよ。そうです。状況も全部把握した中で俺は言うんだっていう、不動のスタンスなんですよね。大泉君は、昨晩の生々しい、生々しい一件もありながら、カメラが回ってるって中で、自分も面白いことでいたいっていうこと。面白い。藤村につくのか、ね、ミスターにつくのか、そういうことじゃなくて、面白いのはどっちかといえば、もちろん、五条街道を進んでね、ミスターさんに怒られるというのがね、一番いいわけです。それでもやっぱり彼はあの頃まだ生々しく、鈴井さんに怒られるっていうことが、本当にあったっていう時期ですから、そのなんかおっかないっていうのも、芝居じゃないっていうのが半分以上あるっていう、その緊迫感が、あれ良かったんじゃないですか。ありますね。だから、大泉さんの真後ろにミスターがいる。だから大泉さんは、ミスターの表がどうなってるのか一切見えない。ただ背中にはね、本当に針のように刺してくるね。そうじゃないですか。俺が昨日何を言ったのか。いや、大泉さんだけじゃなくて藤村さん、あなたも分かってますよねと。でも藤村さん以上に、やっぱそのミスターが、お前俺につくのか、藤村につくのかっていうものを多分ビビり感じるんですよ。それはあなたにはない。ないです。ないです。あなたは面白く転がるだろうな。転がるだろうなっていう。藤村君は多分それがあって、一線を踏み越えて。一線を踏み越えて。あ、そうか。間違えて。間違いと思い込んで道に迷ったことすればいいんだっていうところにスタンスを見つけて、だからあれですよね、大泉さんの論調としては、私はもちろん藤村なんかではなくミスターについてますよっていうことをはっきりと彼は表明してるわけですね。そのイメージをあなたに与えてもらった瞬間から一気に楽になって、そうですね。だからもう行動は違ってもね、行動はこうやって曲がってっても、ミスターあなたの犬は空港線に今乗りましたとかって、みんなああ見えてきた、イタリアの文字が見えてきたっていうここまで言えちゃってるみたいなね。ああ見えてきた、いいですよね。
イタリアの文字が見えてきたっていう、これもまた一つの名作の、ね、いいセリフなんでしょうね、これね。お前よく言えるだけ感じのところでもう言っちゃってるわけですからね。見えてきた。イタリアの文字が見えてきたっていうのは、往年の名画にありそうな。このやっぱ躊躇の時間がね、通り長いった時に、なんかそのズルする理由をもらうと、一気に逸脱できるっていう。そう、そうなんだね。彼としては何も怒られる理由がない。何言ってるかミスター。僕はミスターのところに行きましたよって言って全然違うところに行けばいいんだから。いいよね。そういうやり方あるよね。何言ってんですか。私はミスターの味方ですよ。そうです、そうです。何を言ってるんですか。私はあなたの犬です。っていうことを強く。それがなんか後年のなんかね、あの、高知までね、カブで行くときにね、ああいうなんかこう、甘いもの勝負をした後に、何言ってんだミスター、舐めんじゃねえよ、うちのミスターバカじゃねえよって言うっていう。言うのとと似てますよね。あの辺になんかリンクするところがありますよね。ありますね、うん。人に対してやっぱりそういう態度の取り方っていうのはあるんでしょうね。強いんじゃないですか。やっぱ強いですよね。もう、そいつに何言ったって通じないもん。批判のしようがないんですよ。お前、俺が言ってることを全部聞いてない。何言ってるんですか、あなたは私はあなたの犬です。いや、ね、まっすぐ目を見据えてね。そしたらもうなんかすいませんって言われるね。分かった。もういいよっていうふうになりますもんね。そういうなんかね、大泉さんはね、巧みにポジションを見つけて、そうですね、謀反を企てたりします。でも番組ね、初期から徐々に4人の関係性は変化していったのでしょうか。変化したんですかね。まあ、なんかその、だんだんその表面上出てきたって感じじゃないですか。もともとなんかあった関係性っていうのが、割とそのままそのオープンになってきたっていうことじゃないですかね。まあ、しかしね、まあ、ミスターさんがね、まあ、大泉さんを怒るってことはまあ、もちろんないわけで、ね。あれは本当初期の頃だけでしたよ。確かにそうですね。そこは確かに。1年あったかないかぐらいじゃないですか。怒るというか、ちょっと大泉くんっていうね。説教っていうね。説教。あれは本当に1年もなかったぐらいでしょ。ね、もう今やね、ミスターすら大泉さんにね、逆にしっかりしてくださいって言われてるぐらいでね。それもあなたも言われてください。そういう意味では大きく、はいはいはい、そういう意味では関係性というのか、その人間性は変わってないけど、そうか、そう考えるとそれは変わりましたよ。こうやっぱりそうね、ありますね、はいはいはい。だから最後ぐらいじゃないですか、最後ぐらいっていうか、まだ今後もあるかもしれないけど、その株の時にね、私とミスターさんが甘いものをね、団子を食ってるようなところでね、お何言ってんだ、うちのミスターをよっていうさ、ああいうポジションになれば、彼はいくらでもへりくだってね、我々の下につくぐらいの勢いはありますよね。そうですね、あれはいいポジションですよ。そういうことでね、この見事な大泉さんのそのポジショニング、はいはい、意外とそのなかなかね、日常生活、社会生活で使うのは難しいかもしれませんけども、それ一回使ってみるとですね、非常に誰からも怒られないという非常に高度なテクニックを見せていただいたということでございますね。